皆さんこんにちは、ことぶきみなこです。高垣彩陽です。戸松遥です。豊崎由紀です。私たちバーチャルなスミヤです。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。この姿の4人で一緒にゲームをするのは初めてですね。確かに。イエイイエイ。ワクワク。ねえ、なんかちょっと見慣れた感じの光景ではあるんだけど、なんだか少し新鮮な気持ちもして、ね、こんな感じで今日はバーチャルスフィアがゲームにチャレンジしたいと思います。今回私たちがチャレンジするゲームはこちら。ハーっていうゲーム3。イエイ。おこちらはお題の一言を声と表情だけで演じて当て合うゲームです。身振り手振りは禁止です。はぁ禁止封印。私たちも実は何度もやったことがあるゲームなんですけども、前世の記憶によるとかなり得意ジャンルと言っていたような気がすると。嘘だ、初耳なんですけど。本当だって前世の私たちって声優だもんね。そうだよ、記憶を呼び起こしていこう。うん、そうね。そうそう、役者だったもんね。だから結果的に私たちもすごく得意なことな気がするのよ。うん、うん、そうかもね。いけるいける。どうでしょ。いけるいける。いけるいける。今日はね、見てくれてる皆さんに一緒に考えてもらって当ててもらおうかなと思っているので、ぜひ皆さん一緒に考えてみてください。今回は1枚のお題カードを4人で演じていきます。1人ずつ A から H のどれかのセリフを言っていきますので、皆さんはこれだと思ったアルファベットを当ててください。まあね、これを見ている人たちがもう全問正解できるように、うん、バーチャルスフィア頑張ります。頑張ります。それではやっていきましょう。今回のお題カードこちらです。君のことばかり考えてるんだ。おー、なるほど。いいセリフじゃない。はーい、ね、わーすごい、うん、言われたい。言われてみたいよね、うんうん、いいね。じゃあこの中からねやっていきますんで、じゃあみなちゃんからいきますよ、準備いいですか？笑っちゃってる。うん、ちょっと緊張するわ。だって楽しみ、バーチャルな私としては初めてだから、ね。そうだよね、うん、確かに。あ、緊張する。どういう気持ちなの、バーチャルの人が。頑張れこれを言うって不思議すぎない？ちょっとね、シチュエーションがね、もうよくわからなくなってきたけれども、うん、じゃあみんなも一緒に考えて当ててくださいね、うん、それではお願いします。はい、バーチャルなことぶきさんが挑戦する君のことばかり考えてるんだはこちらです。君のことばかり考えてるんだ、君のことばかり考えてるんだ。ばかり考えてるんだ。え？え？あれかな、うん、あれかな。これ身振り手振りじゃダメなんだもんね。そう、身振り手振りダメよ。身振り手振りダメよ。これ見てくれてる方みんな分かったかな。そう、バーチャルで伝えないといけないから。うん、こんな感じだと思う。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、あやひちゃん、はい、バーチャルなあやひ初のハっていうゲームいきまーす。君のことバー。彼考えてるんだ。君のことばーっかり考えてるんだ。結構圧が強いね。ああ、でもあれかなと思ったけどね。どっちかな。どっちかな。君のことばーっかり考えてるんだ。2回言った。でもすごい爽やかだな。でも、あれだとしたらなるほどなって感じ。確かに。続きまして3人目。はるちゃん。はーい、いきまーす。君のことばかり考えてるんだ。君のことばかり考えてるんだ。かわいい。なるほど。わかった。キュンとした。キュンとした。言われたー、言われたーギャップがすごい。ありがとう、うん、どうなってんだろうね、バーチャル。そうね、バーチャルの顔が楽しみですわ、うんうん、どんな顔めっちゃ動いてんのかな。ありがとうついに。じゃ あ, じゃあラスト。はい、ラスト、バーチャルな豊崎さんの出題です。いきます。君のことばっかり考えてるんだ。君のことばっかり考えてるんだ。あら、あら、かわ
わいい。ねえ。あれかな。ふわふわしてる気がする。どっちだ。こっちかな。あ、でも、うん、秋の性格を考えると。うん。ふわふわ。ふわふわな気がした。君のことふわふわ。一番前に考えているんだ。では、4人のセリフ皆さん伝わりましたでしょうか？ここからは、正解発表に行きたいと思います。イエイ！うん。じゃあ、1人ずつ自分でじゃあ答えを発表していきましょう。はい、じゃあ私、ことぶきから行きたいと思います。君のことばかり考えているんだ。ということで、正解は、H でした。イエーイ。かなと思いました。私は当たった。いや全然気持ち伝わってこなかった。全然考えてないの伝わってきた。そう、うん、素晴らしい、素晴らしい、すごい素晴らしい。よくぞ。さすがの演技力です。ねえ、イエーイ。そして続きまして、はい、あやひがやったのはですね、 G の詐欺師が言う、うん、君のことばっかり考えてるんだ、うん、だからこの手を買わないで。何これ、これうざいな。なんかね、だからこれ買わない。うさんくささがあったね。最後の時に買わせるのね、うん、あったあった。うん、そう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 、うさんくささがあった。上手。うさんくささをちょっと出してみた。よかった、ありがとう。よかった。続きまして、はい、はい、私が言った君のことばかり考えてるんだって言ったセリフは、かわいい、 F 子供が背伸びしてでございました。かわいい、かわいかった。見えた、見えたよ、子供が。ありがとう。背伸びしてた、一生懸命やってたね。久々にパンドラの箱を呼び覚ましましたわ、うん、どういうこと。どういうこと。生態、ね、パンドラの箱っていう意味わかってる。ちょっとよくわかってない。ニュアンス、うん、はい。そして最後、私豊崎が演じたのは、君のことばっかり考えてるんだ、 E の可愛くでした。やったー、パーフェクト。本当、私間違えた。あれ、甘くだと思った。甘くだと思った。うわー、だよねー。蜂蜜が見えた。蜂蜜が見えちゃった、私。完全に。そっち、一番目のクマ、黄色いクマっぽかった。黄色いクマの、そう。食べたいんだ、食べたいんだっていう最後のところで食べたいんだ、クマ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 だよ、クマ、緑のクマ、緑のクマっぽかった。いた。あっ、そう、ちょっと迷ったんだけど、でも可愛かった。マスコットっぽくね、してみました。可愛かった。はい、ありがとうございます。皆さんは、全問正解できたでしょうか。ということでね、今日は、うん、ハーっていうゲーム3を遊んできました。楽しかったですね。ちょっとね、バーチャルになってもスフィアさんやっぱ得意だよこれ。イエーイ、ありがとう。大好きですよ。ありがとう、ね、またみんなで遊びましょう、うん、ここでお知らせです。8月22日に私たちのバーチャルデビューライブを開催します。イエーイ、やった。ライブタイトルはスフィアバーチャルライブボリューム1フューチャーストリーミングバーチャル飛びやスフィアです。バーチャル飛び出スフィア、飛び出スフィアです。はい、こちらですね、インターネット環境があればどの場所からでも全世界から見ることができますので、ぜひ空間を越えて私たちに会いに来てくれると嬉しいです。 VR デバイスでもスマホでも PC でも自分に合った環境で見ることができますよ。概要欄に詳しいこと書いております。そして私はすごく嬉しかったのが、今ね、みなちゃん本体、はい、本体っていうの、本体、生身のね、はい、本体がイギリスにいるんですよ。ね、います、います。だから一緒のステージでライブってなかなか難しかったわけ、うん、本来なら離れてるとね、うん、そうなんだけど、このバーチャルな私たちは同じ舞台に入って一緒にできるの、ライブを。嬉しい、すごいよ、すごいよね、ミラクル、うん、だからね、もうね、並んで一緒に踊ったり歌ったりね、できるということで、うん、すっごく楽しみにしてます。ちょっとどんな感じかね、うん、皆さんね、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ。
はい、というわけで初めてのバーチャルスフィアでの4人でのゲームでした、うん、よかったなって思う方はぜひいいねボタンやコメント、そしてチャンネル登録もお願いします。これからもバーチャルスフィアの方もよろしくお願いします。それでは以上バーチャルなスフィアでした、うん。